皆さんこんにちは、スイチャンネルです。今日はね、悲しいことを報告しないといけません。こちらですね、私が作っているワカメの胞子を、集めた種糸を入れている、ワカメストックなんですけど、ここでね、前の動画でね、めちゃめちゃいいワカメの胞子水を作ったよと報告して、これで完璧だろうって思ってたんですけど、完成しました。やばい、もうすごいです。しかもめちゃめちゃ綺麗です。黄金水、まさに黄金水、ワカメの黄金水、これはね、来ました。これは成功間違いないですね。これでしたね。見てください、オープン。よっ、はい、腐りました。どうしてだよ。ということでね、失敗です。いや、むずい。でこれね、失敗の原因聞いたら大学の先生に確認しました。そうするとですね、どうやら胞子を出させすぎたせいで、その大量の胞子が腐って失敗になったみたいです。ということでね、私の頑張りすぎでした。なので3度目の正直、やっていきたいと思います。ワカメの再病、最後のリベンジですね、やっていきたいと思います。シーズン的に今回外したらね、もう来年になってしまうので、何としてでも成功させたいですね。用意したのはね、もうちゃんとね、がっつり用意してきました。種苗を取り出す容器と保管用の容器ですね。あともう1個、こっちにも大きいのを用意してます。これで長さはだいたい種糸に使うのはこっちか、はい、これですね。種糸はね、結構長めに用意しました。約、200m、100、200、そうですね、約 200m 分の種糸を今回用意しました。もうこれが最後の賭けです。これをなんとかね、腐らずに、来年までね、ストックできるかどうかっていうのが肝になりますね。やり方はね、今までの失敗である程度学んでますので、今回こそうまくいくんじゃないかと期待しております。まずはワカメがあるかどうか確認しに行きたいと思います。はい、ということで、ワカメの生えている現場に到着したんですけれども、ここでね、ワカメが生えているかどうかが、今回の最後のチャンスあるかどうかにかかってますんで、見ていきます。ここメガネを入れて、どうだ、あるか、ある。うわわわわわ、めっちゃギリギリだ。めちゃめちゃギリギリ残ってます。うわ、葉っぱはもうほぼない。ラストチャンスだな。もうほぼ、葉っぱの部分枯れ落ちてしまいまして、最後、もう本当に最後ですね。あと1週間遅かったら多分もう何も残ってないんじゃないかなっていうレベルですね。じゃあ今から回収して、今度はそのメカブから今度胞子が出すかどうかっていうのが次重要になっていきます。それをやっていきましょう。回収します。さあ、無事ワカメが、回収することができました。メカブ部分ですね、このひだの部分から、胞子を出しますということで、ちょっと時期がもう本当にね、最終盤っていうこともあって、なかなかね、厳しかったですね。ほぼ枯れてる手前ぐらい、出すか出さないかかなり際どいところです。いくつかちょっと状態いい、こういうのもあったので、この辺りが出してくれることを期待しましょう。それではですね、ここで、約小1時間ほどですね、天日にさらして、ワカメに命の危機を感じさせます。そうすることで胞子を出すようになりますので、このまま時間が経つのを待ってみたいと思います。はい、だいたい最終からですね、1時間ちょっと乾燥させることができました。なので、ここから胞子を取っていくんですけれども、今回ですね、スペシャルゲスト来ていただいております。長崎大学水産学部で、海藻の増殖を、研究されています桑野先生です。よろしくお願いします。どうも、先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日ちょっと先生と一緒に撮れるということで、3度目の正直ということでですね、先生にいろいろ直接見ていただきながらしてもらえるということで、学生の皆さんもよろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。じゃあ先生、早速やっていきたいと思います。はい、まず海水入れましょう。はい、海水入れましょう。はい、やっちゃってください。はい、もう結構先生、これはもう満たしちゃっていいんですよね。
そうですね、これこの中自体はですね、はいはいはい、いや僕胞子出させすぎたら腐るっていうのは盲点でした。いやすごい量なんですよ、わかめの。あやりすぎ良くないんですね。うん、結構その出させた胞子の量と保管する時の回数の割合っていうのがすごく重要になるわけですね。胞子の量は多分経験的に漁師さんはなんかこのくらいの色でやるっていうのがまずある。なるほど。うまくいけばもう数分後には出だしますもんね。うん、あれ持ってきてますので、さらしを。あ、はい、最後もうさらしを入れやって。それ完璧ですね。はい、もうそこまではもう見つけてるんですよ。不純物なしを作るところまでは自力でたどり着いてるんですよ。もったいないって感じが、あの感覚が出るんですよね。ああ、その出させた残りですか。そう、そうして腐らせる。いや、それ思います。この前だから丸々保管してたんですよ、うん、あの出した後のを。だからすごかったんですね。海水に入れてちょっと時間が経ったんですけれども、今回のはですね、やっぱりなかなか胞子が出てなさそうなので、またちょっとメカブから取り直して胞子を出すメカブを一つでも手に入ればなということで、頑張って諦めずやっていこうと思います。最初の1回目に取ったねメカブが全く胞子出さなくて、かなり絶望的な状況なんですけど、先ほどねまたちょっとだけ場所ずれたところから取ってきました。サイズ的には申し分ないのを選んでるんですけど、この中で一つでもいいので胞子出してくれればなんとか最後のチャンスあるんですけれども、もうこれが出さなければ残念ですけれども、ちょっとねまた来年1年後に再チャレンジっていうことに、ね、なるかもしれません。最後ね本当に出してほしいんですけれども、今乾燥待ちです。もうちょっと乾燥したら入れてみたいと思います。油分に乾いたので、海水に今入れました。早かったら10分以内に結果が出るはずです。いやもう本当に神に祈るばかりですね。これが出なかったらもう終わりだということで、出てください。はい、先ほど海水に入れてもう小1時間近くが経過したんですけれども、その結果はですねこちらです。残念ながら胞子出ませんでした。ちょっとねこれ胞子出ないっていうのはつまり放出した後ってことなんですよね。で結構パッと見は状態がまだまだ良さそうに見えるんですけど、残念ながらやっぱりそのもうすでにほとんどの胞子を出した後だったみたいですね。まあ来週うまく手はずができればもう一箇所試したいなとは思ってるんですけど、ちょっとほぼ難しいのかな。まあなかなか今年最初の挑戦でうまく生かしたかったんですけれども、僕の力不足で申し訳ありません。ただ失敗した理由はねはっきりしました。胞子を取る手順も、分かりました。そこまではもう確実にうまくやれます。であとは保管するときに今回失敗した大きな要因が、このやっぱり胞子を出させすぎて結果その影響で海水が腐ってしまったっていうところにあるので、これ成功させるためには胞子を出した後にそれをきれいに不純物を取り除いて、わかめの胞子の入った海水を作ったら、そこに糸を入れて、で長く入れすぎないっていうことが重要だということが分かりました。でそして糸を、長く入れすぎずに胞子が十分に付着したら、今度はですねきれいな新鮮な海水に入れて保管するっていうね、これがすごく重要な作業になるということがですね判明しました。もうそこが全てです。正直そこまでね分かりませんでした。いろいろ見てたんですけれども、ただ今回の失敗でそこまで理解できたので、次回来年挑戦するときには、そのようにですね忘れずにやりたいと思います。
ということで、まあなかなか言葉での解説はできればサブちゃんにとも思ってたんですけれども、今回の失敗はどこかで誰かが生かしていただけるんじゃないかという願いも込めてメインの方で動画を上げさせていただきました。ということで今後も皆さん応援よろしくお願いいたします。ということでご視聴ありがとうございました。